起動用電池起動。電子システム準備完了。エンジンスタート。平成29年10月10日午前7時1分37秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げ以降、ロケットの管制は吉野部発射管制塔から竹崎総合司令塔に引き継がれています。ロケットは現在、東南東方向の太平洋上へ飛行しています。60。打ち上げ後、1分が経過しました。70。80、81、82、83、84、85。ロケットは正常に飛行中であり、種子島の各地上局は正常にロケットの追尾を行っています。SRBA 燃焼終了。110、11、SRBA 分離、14、15、16、17、18、19、120。第1弾エンジンの燃焼は衛星フェアリング分離。